ました。おならチャンネル、私、市川小井口です。どうぞよろしくお願いいたします。このおならチャンネルでは、あなたの素敵な笑顔のため、最もわかりやすい笑いの形、おなら、このおならで、言葉の壁を越え、世界中の皆さんにお届けしたい、こういう思いで配信しております。ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。さあ、早速、今回のテーマ、今回のお題、持ってまいりました。今回のお題は、題して、おなら芸人がリサさんのホムラを歌ってみたさあ、アニメも大ヒット、もうこの曲も言わずもがな大ヒットの、こちらのホムラでございます。おなら芸人が歌うと、どういうことになるのか。ホムラ×おなら、イコール爆発、一体どんな風になるんでしょうか。それでは早速お聞きください。ホムラです。どうぞ。さよなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた。僕らの明日を描いていた。呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた決意を花向けに。